フィギュエモンです。今日は世界フィギュアの公式練習を観戦して一番面白いって思ったのは何かっていう話をしていこうと思います。これね、実は結論一番最初に言っちゃうんですけど、アイスダンスです。私公式練習で4種目観戦したんですね。男子シングル、女子シングル、ペア、アイスダンスで、アイスダンスの観戦されてる方ってその練習のチケットっていうのは1日券なので、その日にやってる練習の競技でそこの会場でやってるものだったら全部見れるんですね。にもかかわらずアイスダンス見れるんだけど見てる人すごい少なかったんですよ。まあ、時間もね、結構夜遅くだったりとかする場合もあって、そういう時間の制限があるっていうのもあるとは思うんですけど、でも私が見てたのは1位に輝いた選手、パパダキス・ジゼロン組、こちらの選手が出てるグループでもあんまりいなくて、一番前で私観戦したんですよ。それでもね、ギチギチいるわけじゃなくてポツポツって人がいるだけだったので、もう全然ね、ゆったりと荷物横に置きながら観戦してたっていう感じなんですけど、アイスダンスの公式練習見れる時があったなら見ない手はないっていうのをね、私は言いたいです。で、なんでこのアイスダンスがそんなにおすすめかっていうと、3つ理由があります。1つ目は衣装をね、身につけて練習している選手がすごい多いんですね。なので見ててすごく楽しい。もう近くで試合かのように踊ってくれるので、うわーすごいっていう感覚がね、他の競技よりもあります。例えば男子とかですとあんまり衣装着てる人いないですよね。で、女子だとその日の練習とかだと着てる人は、まあ、ちらほらいる感じですかね。でもね、アイスダンスに限っては多分2名いるので衣装の感覚とかを掴んでおきたいっていうのがあると思うんですよ。そういう理由で、まあ、世界フィギュアの公式練習なんかだと衣装をどんな日でも身につけて滑ってる選手がほとんどでしたね。だからお得感があるのでアイスダンスおすすめです。まず1つ目がこれですね。で、2つ目の理由が、女性と男性がね、すごく近くにいる競技じゃないですか。離れちゃいけないっていうルールもあるぐらいなので、男性と女性が近くでステップを踏んでいくっていうのがメインの競技なんですよね。なのでそのステップとか、あとはちょっとしたリフトとか、それがねすごい迫力あって、シングルだとどうしてもジャンプまでの間にスケートがちょっと技あんまり入ってないっていう場合もありますよね。だけどアイスダンスだとこう滑ってる間中ずっと動いてて何らかの技をしてるということで、練習であってもこうぶつ切れで見ること多いんですけど、それでも楽しめちゃうっていうのがアイスダンスです。で、3つ目の理由が、女性の身長がね高めなんですよね。なので衣装を着てることもあって余計見栄えがしてて見てて楽しいっていうのがあります。身長のデータを今回調べてはないんですけど、まあ、明らかに大きいです。みんな男性も190ぐらいあったりしますよね。まあ、多分理由はジャンプがない競技なので、おそらく女性が大きい方が滑っている姿としては見栄えがするので、競技としてそっちの方がいいっていう理由で女性がちょっと身長大きいんじゃないかなと思います。でもね、スタイル抜群の選手ばっかりなので見てて本当に綺麗です。でね、スケートの速さがすごく速いんですよ。これテレビで見てるとあんまり分かんないのかもしれないんですけど、ただ滑っているっていうイメージなんですよね。練習に関して言うとですが、なんですけど、アイスダンスの選手っていうのはこう動いてる間中ずっとこうリフトしたりとか、深いエッジでこう技をしてたりとか、もう一瞬のうちにいろんなことをしてるので、
どこを見ても楽しいという感じです。でもね、こんなことが言えるのはパパダキス・ジゼロン組の練習が見れたからっていう理由かもしれないです。本当にね、あの二人は引き込まれちゃいましたね。そう、音楽もちょっと独特で、この競技がアイスダンスっていうのは、私が見た時はロマンチックタンゴ、これの規定というか、規定っていうのかな、オリジナルダンスっていうのかな、ちょっとわかんないですけど、シングルで言うとショートのやつをやってたんですね、皆さん。そうするとね、決まってるので同じ曲をかけてる選手がすごく多かったんですよね。でもパパダキス・ジゼロン組は他のカップルと違う曲を使ってて、曲も私好みだったんですよね。すごく好きで、だからね、まあ、世界最高峰の演技をした練習を見れたっていう理由もあるんですけど、まあ、それにしても観戦してる人、あの男子の練習見てた人数からすると、なんだろう、100分の1ぐらいしかいなかったんですよね。100分の1もいないかもしれないですね。それぐらいしかいなかったんで、本当みんなもったいないことしてんなと思ったので、ちょっとお話しさせていただきました。今後ね、また埼玉で世界フィギュアやる可能性大ですよね。なんか話ありましたっけ、ちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、その時世界フィギュアとかグランプリファイナルとか大きい大会では必ず公式練習のチケットが発売されているので、その機会がうまく得られた人はぜひアイスダンスをね、見てほしいなと思います。今日は公式練習観戦で一番面白いのは〇〇ということで、アイスダンスが一番面白いよというお話をさせていただきました。いかがだったでしょうか。またね、フィギュアスケートのお話とか、興味がある、私が興味があるお話をさせていただこうかなと思いますので、もしよかったらチャンネル登録お願いします。フィギエモンでした。さよなら。